はい、今回は5月屋久島3泊4日のパッキングをやっていきたいと思います。はい、でまず着ていくものだったんですけども、着ていくものはまあいつもと変わらないんですが、中には、OMM のコアベスト、はい、こちらと、まあ、ここにあるんですけど、モンベルのアームウォーマーですね。アームウォーマー、アームカバーというか、はい、脇が開いて、で手はカバーされている状態が好きなので、このスタイルでいってます。上半身はこんな感じで、上はこれウィンドシェルとしてなんですけど、シャツですね。リッチマウンテンギアのシャツ、はい、フード付きのシャツです。こちら結構気に入ってます。こちら使います。はい、で下着ですね。ちょっとこれ初の挑戦なんですけど、 OMM のコアの、パンツを使おうと思っております。はい、まだ使ったことがないんですけど、やっぱり3泊4日山の中に入るっていうことで、なるべくね、匂いが出ないもの、まあ、替えのパンツはもちろん持っていくんですけど、匂いが出ないもの、はい、がちょっと欲しいなと思ってて、メリノウール買おうかと思ってたんですけど、ちょっと今までの経験上、OMM のね、コアの商品が結構匂いが出づらいっていうのがあったので、ちょっと試しに、こう着心地もいいですしね、はい、試しにちょっと使ってみたいなと思って、こちらを持っていくことにしています。はい、で、パンツはパタゴニアのクワンダリー・ジョバーズ。これも今年買ったものだったんですけども、本当に普段使いもしやすくて、でパッと見こうアウトドアっぽくないというか、ポケットがねちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、はい、こう普段使い、ここに一応ポケットあるんだけど見えづらくなったり、あまりこうロゴね、この辺にロゴがあったりとかしなくて、普段使いもしやすくて結構気に入ってます。はい、結構まあそんなにね、ビヨーンって極端なストレッチあるわけじゃないんですけど、まあ、必要十分なストレッチがあって、後ろにもポケットが2つ、ジップ付きのものがあるっていう、はい、履きやすくてすごく気に入ってます。はい、こちらを履いていきます。はい、で靴下です。で靴下はハイカーズトラッシュですね。ハイカーズトラッシュの靴下、はい、これを履いていこうと思います。もうちょっとね、丈長くてもいいかなと思うんですけど、まあちょっと多分屋久島だと濡れると思うんで、はい、乾かすときにね、いくらでも早く乾くやつがいいかなと思って、はい、ロウカット選択しました。はい、はい、で靴だったんですけれども、こちらすみません、ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、これニューバランスのヒエロ7、あ、すみません、ちょっと名前間違ってたらごめんなさい。はい、これです。でビブラムソールです。で非防水のシューズなんですけど、これすごく気に入って使ってます。はい、これ1個で動画撮れるんじゃないかって思うぐらい好きで、もうちょっと結構ボロボロになってきてるんですけどね、今回ね、屋久島までは使えるんじゃないかなと思って、はい、持っていこうと思います。これ非防水なんですけど、これのいいところはまず今まで履いてきたトレランシューズの中で一番こうクッション性が、なんだろう、自分の中では合っていて、なんだろう、柔らかすぎず硬すぎずというか、はい、適当なクッションがあってですね、これ履いてて気持ちがいいんですね。とても気持ちが良くて、なんか思わず履いてしまうというか、はい、常に履いていたいって思える、はい、シューズです。でビブラムソールでグリップもかなりいいです。はい、今まで履いてきたトレランシューズの中で多分一番いいと思います、グリップ。はい、でこれがですね、本当にセールとかだと1万円とかで買えます。はい、だから驚異的なコスパの良さ、はい、履き心地がいい、かっこいいで、かつ安い、グリップもする、はい、ということで非常に愛用しております。はい、こちらもうダメになったらまた同じの買おうと思ってるんですけど、それぐらい気に入ってます。はい、でいろいろね、靴どうしようか迷ったんですけど、まあ屋久島だと多分雨もね結構降ると思いますし、まあどうなるかわかんないですね。ちょっとあまりゴアテックスの靴履いてても微妙なのかなって正直思ってます。なので非防水の靴シューズを選択しました。はい、でザックはウェイポイント35ですね。ハイパーレントマインドギアのウェイポイント35。はい、じゃあまあ簡易防水で容量が大体40リッター近く入ります。はい、で前にショルダーポケットとかもあって、はい、すごく使いやすい
と思います。で、必要であればね、この必要なければこのウエストベルトも外すことができるので、はい、いろんなこう使い方ができるいいザックだなっていうふうに思っております。はい、で横のね幅とかもあのよくありがちなその UL 系にありがちなこう膨らみというかしてなくてこうシュッとしてる形、これが結構好きです。はい、こちらを使います。はい、で中に入れるものだったんですけども、まずシングシング関係はモンベルの、 あのこれもう穴とかいてあのガムテープでもう止めちゃってるんですけどずっと使ってますけどモンベルの、ダウンハガー、はいですね、ダウンハガーの800シャープ3ですね、はい、こちらずっと使ってます。これいろんな温度帯に結構あって使いやすいです、はい、で枕がニーモのフィッツエリートだったかな、はい、これも結構使い心地が良くずっと使ってます匂いを嗅いだ、はい、使い心地が良くて気に入ってます、はい、でマットはもう避難小屋なのであの普通にこのミニマリストパッド大和道のミニマリストパッドで十分、はい、かなと思ってこれにしてます。これね意外とこんなに薄いんですけどね意外と寝心地がいいんですね。自分に一番合ってたのがこれだったっていう、はい、謎の他のね厚みがある商品よりも寝れるのがこっちだったっていうちょっと謎の状態です。はい、畳買ったのかなちょっとよくわかんないですけどちょうどいいんですよ、はい、軽いしおすすめです。寝具は以上です。はい、エマージェンシーケースね、スウェルトとブランケット、はい、エマージェンシーブランケットを一つにします。これもうちょっと空気抜いて、はい、持っていきます。はい、あとは生活系ですね。これちょっと大体自分3つの袋に分けてるんですけど、1つが生活系、こんなざっくりこれあのガチャガチャで当たったあのなんだ袋なんですけど、いいでしょこれ。ちょっと柄をすごいダサいんですけど、はい、もう使いやすいですよすごい、はい。まずですね、これあの。体ボディ拭き兼あの髪まで拭けるっていうとなんかドライシャンプーみたいな髪まで拭けるっていうやつでちょっと使ってみたりとか買ってみました、はい、あとはティッシュで歯磨き粉ですね。歯磨き関係とオーラルピースのあのペッてしても大丈夫な、まあ、もしくは飲み込んでも大丈夫な歯磨き粉、はい。であとはこれもちょっと初めて使うんですけど石鹸ですね。なんかこう成分解する石鹸、外でもちゃんと使える、はい、あのアウトドアで使える石鹸です。これをあの本当はもっと固形でかいんですけどそれ持っていけないんであのカットして、はい、袋に入れてます。ちょっとね外で手が洗えるっていうのがすごくいいなと思って、今までやっぱり我慢してあのしてたので、まあなんかあのコンタクト入れる時とかねどうしてもやっぱ手洗いたいなって思う時にあのなんかそのまま使えるアウトドアで使って大丈夫な石鹸があるとすごくいいなと思って、はい、これ持っていきます。はい、と目が悪いので予備の眼鏡とコンタクトですね。コンタクト、あとはこれが薬ですね。薬、はい、虫刺されのやつとか痛み止め、あとは私足膝が痛くなることがたまにあるんでサロンパスですね、はい、サロンパス、これ超いい、超効きます。サロンパスでもぜひ持ってってください。いろんなところに貼れます、はい、あとはモバイルバッテリー1万ミリアンペアが2つ、はい、今回避難小屋で3泊なので、まあ電源がねなくなってしまうとやっぱり一番困ってしまうので、あの一応予備バッテリー2つ持っています。1万ミリアンペア2つなんで2万ミリアンペアです、はい、はい、あとはこれはモンベルのアミノ酸のやつですね。これ持っていきます、はい、あとは山でねちょっと多分電波入らないと思うんで情報をもし入ればと思ってラジオ持ってきます、はい、NHK の第2で何時だっけ9時と4時と10時だったかな、はい、に
天気予報やってるみたいなので、これで NHK の日体に聞ければなと思っています。はい、でこれはもう完全にあの世界に降りた時用なんですけど、あのスプレーガンとかヒゲ剃りとか、はい、あの髪をセットするやつとかいろいろですね、はい、これ入ってます。でこれが全部この中に入ります。はい、で本来はですね、この衣類が入っている遊びと10リッター遊びとっていうのかな、10リッターのね、あの巾着式のこの袋に食料を入れようと思ってたんですけど、ちょっと注文した先でですね、ちょっと手違いで届かなくて、なのであの今回は近くにあったモンベルの袋、ナップサックみたいな、はい、これにちょっと食料入れていこうと思ってます。この遊びとっていう袋なんですけど、なんか巾着でね、軽くて、巾着タイプで軽くてですね、いいんですね、これ。あの自分のそのパッキングの仕方として、まあ、今みたいに3つぐらいにこう分類する、生活関係、食料関係と、まあ、衣類みたいな感じで分類することが多くて、で、まあ、ハイパーライトにもあのポットっていうあのこういうねあの分けるためのパックみたいなのがあるんですけど、あれもいいなと思ったんですけど、まあ、根本的に普通に高いっていうのと、あのあれもね完全な防水ではないと思うんで、なんか別にそんなに無理して高いのを買う必要ないのかな。でもう一つやっぱ一番のそのポットのちょっと使いづらくなりそうだなって思うのは持ち手がないことですね。あれには確か持ち手がなかったはずなので、こうこのままねこうバッグの中にこう入れられるのがこれの良さ、パッキングのしやすさねが一番良さだと思うんですけど、やっぱり取り出す時にやっぱり持つところがやっぱり表面、多分素材の表面になっちゃうと思います。そうするとやっぱり取りづらいんだろうな。これ紐もついてますし、なんだったらこう止めてるんで、こう穴もあるんですね。だから穴に指突っ込んで取ることもできますから、取りやすいですね。じゃないと多分ザックのこう隙間から手を突っ込んでこう取り出すか、もしくはここを掴んでね取り出すか、どっちかになっちゃうと思うんで、すごく取り出しづらいんじゃないかなって予測しました。なので無理してあっちじゃなくても、これなんかねもう1700円ぐらいで売ってるんで、すごくいいんですよ。はい、知る内容、多分知る内容ですね。はい、超軽いし、はい、でこれであの行こうと思っています。はい、今回はちょっと届かなかったので、まあナップザック、モンベリのナップザック、これもないようですね。ナップザックにあの食料を置いていく、食料をこう入れて、うん、持っていこうと思ってます。はい、でまだねちょっと食料まだパッキングしてないんですけど、持ってこうと思ってるのが、この朝食用にバーム、無印のバーム、はい、これを朝食に用に持ってこうと思ってます。はい、いうのと、高糖食が、あのフルグラですね。はい、道の駅塩風トレーニングの時にもあのフルグラを使ったんですけど、あれ朝食にもなるし高糖食にもなるんですごく便利です。はい、なので軽いしね、はい、あれを ある程度持ってこうと思って。はい、であと、まあ、夕食としてあのカレー飯とか、まあ、あれの類似商品というか、はい、あれをあのジップロックに移し替えてお湯だけで、はい、あの夕食が作れるように、はい、しようと思います。はい、でちょっと今回飛行機なのであのガス缶は持っていけないんですけど、ガス缶はね現地購入ということで、ガスバーナーはアミカス、今回はコンパクトになるのでアミカスですね。でクッカー 400FD、 これいつも使ってるやつ、これすごい相当使ってます。 400FD です。はい、これ何かの蓋ですね何か500だったかな、550とかかな、何かの蓋がちょうどここに400に、まあ、うまくあって、でこの缶のくぼみにですねぴったりシンデレラフィットするんですよ。ガス缶のちっちゃい方がシンデレラフィットして、ここにシュッと両方収まるんで、このセット結構持ってくるんです。はい、でそこにシリトルサミットのコップですね、コーヒー飲むようなコップ、はい、とフォークスのチタンですか、これも中に入ってます。であとコーヒーですね、あの粉のコーヒー、これお湯入れればすぐ飲める、これを入れています。けど雑把にこうパッキングしても入るのがいいですよね。ぴったりなんですよ。この
その辺がこうコンパクトにまたまとまるパッキングがねうまくいくっていうのすごく気持ちがいい。これもう一回ちょっと熱いままね入れちゃってエヴァニューのせっかくこれタイベックなのかなタイベックかなんかの袋なんですけどせっかくの袋ちょっと焦がしちゃったんですよね。穴いいです。でも丈夫なんでこのまま使ってますね、はい、破けないです。ここから引き裂かれない。だからタイベックってやっぱ強いんでしょうね。この状態このめっちゃ穴開いた状態いろんなとこ穴開いてるんですけど穴開いてるんですけどそこから穴広がんないんですよ。だからすごい強いんだと思う。はい、はい、こんな感じです。はい、次ですね、衣類ですね。あ、まずですねこれ自分の中でこう衣類は一番上にパッキングします。はい、でなぜかというと、まあ、レインウェイとかも入ってるんでそれをすぐ取り出せるようにっていうのと、まあ、それと合わせてこうトイレキット、これあのトイレットペーパーとかあとなんだ持ち帰れるゴミにできるようなトイレキット、はい、これが入ってるので一番上にします。はい、で屋久島なんで多分雨降ると思います。でレインパンツはノースペースのストライクトレイルパンツ、はいを使います。これちょっと今まで1回も履いたことないんですけど、あ、道の串の風トレイルの時に1回履いたかな。履いたことはあまりない。レインパンツ履かないですよねやっぱり、うん、ちょっとこれ持っていきます。はい、でレインの上がアークテックスのちょっともう今ないんですけどベータ FL か、ベータ FL、 はい、あのまだアルファが、アルファじゃない、なんだっけな、もう一つ名前忘れたんですけど、あったし、あ、ゼータだ、ゼータとかがあった時代のベータの FL、 はい、めっちゃ軽いんですよ。 200g ぐらいかな、250とかだったかな確か、うん、軽量に特化したコアテックスの、はい、やつです。これ使います。はい、でちょっと今最近コアがすごい好きなのでコアのね魅力に取りつかれてしまったのでコアのですね、ネックウォーマー、はい、これやっぱりネックウォーマーって、まあ、首周りの構成も大事なんですけど上に上げた時に呼吸しづらいとすごいしんどいんですよ。あのやっぱりなんだ登ってる時とかに登ってても寒い時ってあるんですよ。首周りがで首周りを保護したいんだけど寒いからこう上げたいんだけど息が苦しくなっちゃうから下げなきゃいけないみたいな時が結構あってネックウォーマー系はね通気がいいものがいいと思います。メリノウール、ね、まあ、ウール系のなんかこうものだったり化繊のもので目が詰まった系の化繊のものだとやっぱ張り付いて呼吸がしづらい、すごく疲れます。首は守ってくれるんだけど疲れるんでそこはネックウォーマー買うとき気をつけた方がいいと思います。でちょっとねこういう通気性も普通に透けてるんで、うん、ちょっとわかるかな、見えないか、透けてるんで、はい、こんな感じで見るかな、つけてるんで、まあ、通気性もいいし保温性もいいし匂いも出ないだろうし、うん、あったかいだろうし、これちょっと持っていきます。はい、でまたコアです。コアフーディーですね。これはでこれをダウン代わりに使おうと思ってます。はい、ダウンというかインスタレーション代わりにね。で中にもコア着てるんで、まあ、寒かったら、まあ、そのまま中にコア着たまんま、まあ、多分そのまま着ると思うんですけどコアとコアフーディーで上にこのウィンドシェル代わりに使ってるこのシャツを着て多分寝ると思います。もしそれでも寒かったらもうレイウェアも着込むと思います。はい、大丈夫だと思いますけど、はい、あとはパタゴニアの手ぬぐいは最強です。はい、これ私普段も使ってます。あと時間普段も使ってます。はい、お風呂入るときに体拭くのは全部これです。はい、あとは手袋一応、はい、レイン手袋というか、であとはメリノウールの手袋で、まあ、日差しがねガンガンになるってことはないと思うんですけど一応日よけというか、はい、まあ、振りもあるんで、まあ、いらないっちゃいらないかもしれないですけど、はい、帽子につけるタイプの日よけ、はい、首周りもカバーできたりする。あとは中に入っているのは下段後の室内ですね、はい、シャツと替えのパンツ、あとは替えの靴下ですね、はい、多分靴下濡れると思うんで雨降ったら靴下濡れると思うんでタイトアウトラッシュの靴下を2つと、あとは下段した時の普通の靴下1つ、はい、これを
ジップロック入れて持っていきます。で、あとはちょっと私あんまりサイドポケットのもの行きたくないんで、サイドポケットはあんま基本使わないと思います、あまり。はい、で、ここにはソーラーランタン、これちょっとウェイポイント、ちょっと今日つけて気づいたんですけど、ここにあのちょっとだけこうなんていうんですかね、ウェービングというかがあって、うん、あのかけれるところというのがあって、これがこうそのままかけれたのですごい良かったです。これを外してもこう取れないやつ、うん、で、この中には一応あのモンベルのストックとか、あと傘ですね、これもモンベル、日よけの傘、傘結構使えるんで、あとはガベッジバッグ、ゴミを入れるための袋、はい、こういう携帯トイレとかも使える、はい、これを入れてます、ここに、はい、すぐこう取り出したいものを入れております。はい、で、前側にはここにはね、水が入ると思います、水と、あとはこっちにコード、はい、入ると思います。で、ここにココヘリ、あと温度計とホイッスル、はい、ここにも一応ホイッスルあるんですけどね、まあまあこんなもんすよ、はい、で、このウエストベルト、はい、ウエストベルトにはマスクの予備、あとはアルコール、日焼け止め、あとはヘッテンとか、あとコンパス、はい、あとはティッシュ、こういうものが入ってます、はい、行動中に使うかもしれないですね。結構意外とティッシュとか使うんでね、鼻が急に出たりとかして使いたくなっちゃう。アルコールはやっぱりその都度手をあの消毒したい時とか、あとは日焼け止めはこまめに塗らなくて意味がないので、はい、そういう感じで入ってます。はい、はい、で、パックライナーはモンベルの40リッターの、はい、なんだろう、これはこういう巾着的なバッグなんですけど、はい、35リッター、中身35リッターなんで、まあ、縛ってこう折れば、まあ、ちょっと防水できるんじゃないかなと、はい、これを中に入れてます。じゃあ、パッキングをしていきたいと思います。まずは、中心ですね。中に。一番下に、シュラと。中にパックライナーがあるという設定ですけどね、潰してこういう乾燥剤的な感じで、で、あとはこのヤマトの位置の今にしてます。これ背中側で、あとはエマージェンシーという水がある場合には、あのこれちょっとさっき背負った感じだと、あの腰荷重にしたり、腰寄りにちょっと持ってきた、肩と腰を分散させたいときには水はなるべく下の方に持っていった方がいいです。これあのちょっとペットボトルでやってみますけど、普段はあのなんだプラティパスとかそういうエヴァギンの1リッターのパックとかそれ使ってるんですが、一応こう、うん、ちょっと背中だけがなるべくこう下の方に重いのを持ってきた方が、腰荷重したいときはこのパックではいいと思います。さっきあの上の方にね、一回持ってあのパッキングしたとき、ちょっとやっぱり肩にあの来る感じがしたので、あの腰でね、あのウエストベルトは、まあんまり関係ないですね。ウエストベルトはただの揺れ防止って感じで、あの一番はやっぱりあの腰のパッドで、こう腰でこう乗せるみたいな、腰に乗せるような重さを乗せるような感じでこうブッサする、腰に乗せて肩にも乗せるみたいな、そのパッキングがしたい場合には水はなるべく下の方がいいと思います。はい、で、あとは一番上にこれいいです。はい、こんな感じです。背負ってみるとこんな感じ。はい、背負ってみるとこんな感じです。うん、8キロぐらいなんだけどな、こん
な感じです。やっぱり腰の方にグッとこう、なんだろう、上じゃなくて腰の方にこうグッとこう重さを寄せたいとき、ウエストベルトの方にこうグッと寄せたいときは水は下の方がいいとか、上に乗せるともう全部ここほぼなくなります。腰ほぼなくなっちゃって肩にこう全部くるみたいな感じになるので、このザックだとさっきやってみた感じちょっとそんな感じがしたので、うん、もし腰に、ね、少し乗せて肩ほら緩めた時、ここを緩めるとサイドの部分を緩めると一気に肩抜けて腰にくるじゃないですか。その感じになるって感じです。こうやって抜くと全部腰に乗るんで肩すげえ楽になるんですよ。その感じになるって感じです。水を重いものを下にパッキングする、はい。なので肩と腰をうまく使い分けたいって分散させたいと思ってる人は水をなるべく下の方にした方がいいと思います。このウエストベルトのメリットを生かせると。もしウエスト使わないんだったらもう正直上でも下でもどっちでもまあいいのかなというふうに思います。こんな感じです。これね、やっぱりクマガン、ベアケニスター積むときはこの上にいた分ベアケニスター積むと思うんで、はい、結構なかなかの量だ、はい、そんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今回は5月に3泊4日で行く屋久島の避難小屋泊のパッキングをやってみました。はい、まあ、実際にねやってみての感想をまた後日あげたいと思いますので、感想をもしね知りたいよという方はご覧いただければと思います。このチャンネルでは登山にまつわる役立つ情報を随時発信していきますので、今回の動画がいいなと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。